中山香織です。この動画では名古屋競馬場で開催されるスプリングカップの3連単フォーメーション予想ということで、1着固定に選んだのが8番のセブンカラーズです。デビューから5連勝で勝ち上がってきており、タイム差が全て 0.6 秒以上の圧勝という成績を残しております。前走の梅桜賞では 2.5 秒差という驚異的なタイム差を残しており、このメンバー相手でも格違いの強さを披露できると判断して1着固定に選びました。続いて2着3着に選んだのが3番の MS ドン、4番のサムタイムアゴー、以上の2頭を選びました。最後3着に選んだのが6番のフラワー錦、7番デステーニョ、12番ファイアーメソッド、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション8点で勝負したいと思います。地方競馬や中央競馬の予想動画は競馬カフェのサイト内でも公開しております。無料会員登録でご利用いただけますので、皆様からの会員登録お待ちしております。中山香織でした。